日本中国地方岡山県岡山市中区は、岡山県岡山市中区の地名。明治22年、宇野村と合併するまでは、上東郡、村であった地域であり、行政地名における、及び、東町の全域と、高島2丁目、原尾島1丁目の一部分を指す。東町は1丁目から2丁目まである。郵便番号は、が703-8248。8 東町が703-8247。住民基本台帳に基づく2016年で、の人口は2663人であった。面積は0.35632533平方キロメートル。そのほぼ全域が住宅地である。龍の口山、元常の居城があった1605年に書かれた、備前国高物成町には、上東郡宇治郷在所村、東備郡村市には、 上等郡宇治郷財村、官営備前国江図には、財村との記述が見られる。は、難読地名の一つであり、国語学者である笹原博之が、岡山県出身者を含む都内の学生300人を対象に調査を行ったところ、作りから類推した一人を除きこの地名を読むことができた者はいなかった。この地名はここに屋敷を構えていた豪族、書士から取られたものであり、 この声明自体は国画において、租税、干物の管理を行っていた感触である、最初に関連するものであると推測されている。この漢字は、国土地理協会の発行する、出版物、国土行政区画総欄に掲載されていた、東町の表記を転居として、実第に水準漢字への登録が予定されていたが、実際の企画では誤って、既存の辞書にあった、木の節を意味する別字。 サイが登録されてしまったため補助漢字、実数第三水準漢字に改めて採用されるまでこの漢字はコンピュータ上での利用が難しい状況にあり、現地では前日のサイに一角書き加えたり、乃ぎサイトに文字にして表すなど様々な表記が確認された。旭川下流左岸、百軒川の取り入れ口やや、方東,東側の平地に位置し、その全域がお積層にある。 北は中島、高島1丁目から2丁目、東は高島、藤原光町1丁目から3丁目、藤原西町、百軒川を挟んで東河原、原尾島1丁目と接している。住宅地の地価は、2016年1月1日の工事地価によれば、あざ談義で48番以外で65,200円にとなっている。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在、地区に立地する小中学校は存在しない。宇野地区の歴史では、の生じ名を以下の通りとする。この地に屋敷を置いた諸氏は、厳市の公営である上東市の所流、埼玉市の一族であり、当初この村は埼玉市の本拠地であった、上東群最多里の分村であったと考えられている。 1483年の福岡合戦では、赤松正則法の武将、浦上則宗の配下として、初段上絵物が出陣している。天文玄関の、所久常の時代、諸子は、浦上正宗の下、備前府中及び、旭川下流一期の領主を束ねる有力者に、成長している。1561年に、所元常が、うっと直家に暴殺された後、諸子は没落していった。 萩ぎはんばつえつろくにのる1564年に書かれたと推定される書状には、毛利志法についた三村家近が天腰の軍勢を打つため放棄国に出陣した際、書の表にて何かが起こりそうもという裏が急いで、寄陣した、との記述がある。村は、うっきた小早川氏の支配を経て1603年より、池田氏の岡山藩領となる。岡山城下に近かったことから江戸期。 この村では百軒川の土手や河川敷を活用し、浄化に供給する野菜を栽培していた。文化年間に書かれた岡山半量手鏡には、当時の村の自家公が618国余りで、倉入りと家臣二人の旧地であった、とある。1759年には百軒川下流域にある浜村が設けた、取水分岐によって村の排水が悪くなったとして、 新規の文目設置が差し止められている。1889年に村は合併し、上東軍宇野村の大技となった。また1874年には当地に、諸小学校が開校したが1886年、頃に消失し、廃校以降は、林地区にある尋常、原小島小学校の学区となった。総数、個数、または、世帯数、人口、 鉄道1891年により山陽本線が地区内を通っているが鉄道駅は存在しない。最寄り駅は西日本旅客鉄道山陽本線の高島駅である。バス停留所、東町一丁目停留所道路。ありがとうございます。